はい、どうも、こんばんはでございます。今は2022年の9月22日の夜なんで、こんばんはでいきます。そして、髭を剃らずに、申し訳ございません。ちょっと在宅勤務に慣れすぎてですね、で、在宅で、ちょっと余談なんですよ。在宅勤務してですよ、今。コロナの関係とかっていうのがあって。で、それで、朝練の時はこうマスクするんですよ、こうやって。なので、髭が隠れてたの。だから、こうやって、マスク取ると、髭がね、今日ね、普段は剃ってるんですよ。なんですけど、今日はちょっと、ちょっと、ズボラなことして、剃んなかったんですよ。すいませんです。はい、ごめんなさい。なんですけど、10月から、ちょっと在宅勤務じゃなくなっちゃって、普通に出社するんですよ。まあ、社内ルールが変わったんですよ。あ、すいません、余談ね。社内ルールが変わって、なんていうか、コロナに罹患したとしても、期間が短くなったりしてるじゃないですか。その国のルールに基づいてっていうのを、まあ、前面に出していくんですよね。で、正直なところ、やっぱりね、オフィスに出社した方が、売上が上がるっていうデータが出ちゃってるんですよね。いや、私はあれですよ。在宅でも予算達成してるんですけど、でもね、やっぱり正直ね、オフィスにいた頃の方が、行動量とか、売上ってのは確かに上がってんだ。これ事実なんですよね。それはね、申し訳ないなっていうのがね、会社へのね、もうほんと、ごめんなさいなんですよね。別にサボってるとかじゃないんだけど、やっぱあれだから無駄な行動が人から見られてるからかわかんないですけど減るんでしょうかね。でもそんなにサボってるわけじゃないんだけどな。ただね、確かに数字出てるんで、やっぱりそこら辺が、やっぱあんのかな。まあ、売上には、まあいいや。はい、その話するとまたちょっとめんどくさくなるんで、戻します。で、今回。なんですけど、ユタボンの、動画で、それを、こう、ユタボンの動画とか、批判してる人たちの中、いわゆる炎上してく人たちがいるじゃないですか。これなんだ、あれなんだ、つって、ユタボンって、自称少年革命家さんっているんですよね。で、過去動画でも、取り上げさせていただいてるんですけども、不登校、として不登校 YouTuber ってやってるんですよ。で、まあそれをそのけしからんって言っているその時事系 YouTuber の方たちがいっぱいいるわけですね。で、そんな中でちょっとやばいんじゃないのって、この表現はさすがにまずいんじゃないのっていう人の話です。はい。でね、YouTube のチャンネルでは小林の怒りさんっていう方がいらっしゃるんですよ。で、それで、ユタボンさんって、全国をこう回ったりとか、不登校 YouTuber っていう風にこういろいろやってるじゃないですか。で、職場の人にも、ユタボンって知ってるって聞いたら、結構ね、何ですかそれって言われたんですよ。で、ただ、その翌日とかに、学生さんが知ってるらしいんですよね、結構。っていう、なんか学生さんに受けてるみたいな YouTuber なんですよ、ユタボンって。で、クラファンで集めたとか、ネット上で炎上してるみたいな。ただなんか社会人の人たちにユタボンって聞いてもね、あんまりわかんないって言うんだよね。どうなんだろう。なんかあんま社会人って、そういうの興味ねえんかなって思うんですけど、なんかユタボンっているんですよね。そこじゃないんですよ。ユタボンが、動画をなんか上げるたんびに、これなんだ、ああだって、時事系の YouTuber の人がいて、誰かって言ったら、その YouTube のチャンネルで言うと、小林の怒りさんとか、あとは、赤木玲也さんか、とか、あと、小川社長ですよね。リバーズエコの小川社長さんとか、あとはレペゼンさんも、あれか、なんか、用語系で言ったりとかしてんのかな？あと、ひろゆきさんとかもたまに取り上げられたりとか。それなりの方たちがね、結構やってるわけですよね。で、結構最近、騒ぎになってるのが、失敗小僧先生ですよ。はい。私が大好きなね、失敗小僧先生でございます。はい。私が尊敬する失敗小僧大先生がですね、ユダボンの動画を、批判して、ID、
ダメは、ユタボンに、収益を取られちゃうと。なんてかったら、ユタボンの動画を使ったことによって、コンタクト ID って言ってね、スクショとかして、で、それ、まあ、スクショ、まあ、だから、動画を、そのものをね、画像を使ってやってるんで、ユタボンの動画があるからこそ、この収益があるとかって言って、まあ、ちなみにその、まあ、まあ、ちなみにってその前だ。やってるから、だからその著作権の話とか、あとは、なんていうか、ユタボンが、例えば丸々ね、動画を使ったら、流してれば本来得られるであろう収益を、この人たちの時事系 YouTuber が崩してるしまって、その崩してると。そのことによって、まあ、収益を取られてしまう。まあ、要は訴訟を起こして、その収益を一個一個取っていくって言って、3000万円ぐらい取られちゃうみたいな感じで、今最近ちょっと話題になってるんですよね。コンタクト ID っていう話で。で、まあ、それね、1時間半ぐらいのね、動画なんで、失敗小僧先生の動画をこう、ポチって見ていただく、リンク貼っとこうかな。貼っときますわ。法律の話のところで勉強にもなるんで、貼っときますよ。失敗小僧先生って司法書士の先生なんですけどね。はい。すごく頭のいい方なんで。はい。で、まあ、やってるところなんですよね。はい。で、別にあれですよ。名前、くだまぎ小僧っていうのは別に失敗小僧先生の名前パクったわけじゃないですかね。いるし、いるんだよ。パクったんじゃなくて。いや、パクってないの。くだまいてる、私も公務員時代に、失敗小僧さんも元公務員なんだけど、おい小僧って言われてたんですよ。小僧、おい小僧、小僧って言われたら新人の時に。なので、あと今こうやってお酒飲んだりとか、いや、別に取る時酒飲んでないけど、管巻いてるって言って、それで管巻き小僧ってつけただけなんで、別に失敗小僧先生のやつをパクったわけじゃないんですよ、本当にね。まあ、どう思うかは人の勝手なんですけど、はい、じゃあ話戻します。で、小林の怒りさんがね、時事系 YouTube としてやってて、で、登録者数が今の現時点で9300ぐらいなんですよ。で、まあその数は問題じゃないとしてたんですけども、さすがにちょっと言い過ぎじゃないんかなっていう話なんですよ。で、言い過ぎなんじゃないかって小林の怒りさんを批判するんではなくて、表現が、ちょっと過激すぎて、刑事事件までいかないかっていう話なんですよ。これね、小林と怒りさんの動画もちょっと、これ、貼っときますけど、説明欄のとこに。やばいんじゃない。法律、私も法学部でさ、公務員やってたんですけどね。やばいんじゃない？あれ。確かに、ユタボンのね、ユキヤさん、お父さんの、中村ユキヤさんを批判するのはいいんですけど、表現が、あまりにも相手の名誉感情ね、ちょっと、やりすぎ。ってのがね、何の動画だ、ユタボンの動画で、まあ、要は、こういう風にやるんじゃないよって言ってて、で、おい、ユキヤ、お前は、わかんねえのかとかって言って、コメントするんですよ。小林の怒りさんが。で、お前は赤ちゃんかだったらミルクが必要だよな、なんとかあかんとか、とかで、やるんですよ。とか、あとは、このユキヤ、おバカ、おバカ、おバカって言って、まあ、かなりこう、もう、要はもう、バカにするわけですよね。で、しかも、中村ゆきやさんのツイッターのこの画像をこうアップにするんですよ。逆だ。こうアップにする。バッつって。で、おめえ髪長えな、何度かとか、その容姿を批判したりとか、まあ、要は罵声を出すんですよね。で、それが面白いチャンネルとして成り立ってるっていうのが、まあ、一応なってるんですけど、もう完全に標的を決めて、で、これに対して、罵声を浴びせるんですよね。で、これはね、やっぱね、で、これが繰り返しされてるんですよ。これ、まずいんじゃないかなって。まあ、それ単純な話なんですけどね。でも、あれって見てて、私もまあ、面白がっ
って見たりするんですけど、あれはまずくねえかっていうのが最近思うんですよね。で、その、小林のゆかりさんがね、そのユタボンに、まあ、要はね、その、ちゃんと、今子供だから、直せるチャンスがあって、やってるんだっていう風に、こう、正義をこう主張するんかもしんないんですよ。ただ、これもちょっとね、疑問があるなっていうのが最近出てきて、ちょっとね、過激なんですよ。動画が内容が過激すぎて、っていうのが、その、確かに、ユタボンって、ユタボンさんね、まあ、スタディー号でこう回ったりとかしてて、で、いろいろ YouTube で炎上とかしてるかもしれないんですけど、その、生き方がどうとか、義務教育をどうとか、あと、区区ができないとかって話してるんですよ。してるんですけど、なんていうかさ、便乗しすぎって、あともう一つね、ユタボンって、児相はまだ介入してないんですよ。で、虐待と認定されてはいないんですよ。で、過去の動画で、その以前の動画で、私の方も、児童虐待認定かっていう動画出したんですよね。ただそれは、ニュース記事の話で、専門家を名乗る人が認定したっていう話なわけですよ。ただ、うん。で、まだ正直実は動いてないわけじゃないですか。で、あれってただの子役なんですよね。ユタモンって、芸能人で言うと。うん。で、あとは、もう一つは、じゃあその教育方針っていう話になった時に、何が正しいかっていうのはちょっとわかんないじゃないですか。で、他の人と学校行かせないからどうかとか、閉鎖的な空間とかって言って、ユタボンさんを叩いてるんですけど、じゃあ、まあ、言いにくいんですけど、天皇家をなんで叩かないのってのがあるんですよね。うん。で、学習院大学とかでも、バッて決まってて、系統決まってるわけじゃないですか。で、閉鎖的ですよ、あれだって。うん。あとは、例えばなんですけど、まあ、昔で言ったら、卓球の福原愛選手なんですよね。で、私が、その、まあ、幼少の頃、福原愛選手の、その、テレビの話見てると、愛ちゃんって言うんですね。愛ちゃん泣いてんのよ。お母さんに怒られたりとかして。散々泣いてる。しかも、卓球だよ。卓球で食えんのとかっていう話とかも出てたわけですよ、当然。当然出てたんですよ、当時で、ね、当然じゃ当時出てたんですよ。でも、まあ、お母さんがいて、で、それがカン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 やってて、と。うん。それと一緒なんですよね。うん、自分の思う英語って。で、あと、もう一つ言うと、国民栄誉賞を取った、谷良子選手ですよね。まあ、過去は田村良子選手でしたけど、まあ、やわらちゃんって言われて、で、お兄ちゃんが、まあ、柔道をやっててとかって言って、で、柔道一直線なんですよ。で、本人が選んだかって言ったら、まあ、当時のインタビューでは、男の子たちを投げるのが楽しいですって言ってたんですよ。言ってたんですけど、それだって、親が言わせてるかもしれないですし、テレビですからね、カメラでパッ、はい、カットって言って編集かけるわけじゃないですか。うん。なので、わかんないんだよね。うん。で、じゃあ、義務教育を行かせてねえじゃねえかっていう話なんですけど、ユタボン学校行ってるわけですよ。ちょっとね、ちょっとね、うん。行ってたりするわけっていうのが出てるので、だから、実はユタボン不登校じゃないんじゃないかって炎上させたりとかして、してるくせに、不登校はまずいんじゃないかって炎上するんだよ。両方で炎上させるんだよ。うん。で、まあ、それは、もうなんか、どうなんだっていうのもありますしね。うん。で、何よりね、その、過激すぎます、やっぱり。表現が。で、そうすると、まあ、ちょっと話元に戻すんですけど、まずくねえか。刑事告訴とか、例えば、名誉、とかもそうなんですけど、やっぱりやられちゃわないかなって思ってて、あんまりさ、なんかさ、赤ちゃんかミルクかとかっていうのは、うん、視聴者は面白いかもしれないですけど、やっぱちょっとまずいんじゃないかなと思うんだよね。どうでしょうかね。うん、で一番最後に言いたいこと、これもともと言いたいことあったんですよ。小林のひかりさんの動画で私好きなんですよ。
あの過激な表現が好きなんで続けていただきたいんですね。でとチャンネル登録してるんですよ。ごめんなさい、チャンネル登録してるんですよ。でしてて見てて面白いんですよ。見てて面白いので、あのこんなこと言っちゃなんですけど、私もちょっと危ないかもしれないですけど、ユタボンさんのお父さんの中村ゆきやさんって動き出すかもしんないじゃないですか。行動に移すかもしんないじゃないですか。だからそのチャンネルを続けるためにも、そのね、なんていうか法律のね穴をなくしながら、なくしながらガーンって言ってもらいたいなっていうだけです。はいはい、はい、そういうことです。個人的なものの話です。ごめんなさい。面白いんだよね、あの炎上してる人をこういろいろ言う話で、やっぱちょっとエンタメとして、やっぱそれはそれで面白いんで、その人たちが続けていただくためにも、なんかその失敗小僧先生のね話とかをこう聞いたら、連携してほしいですよね。これはやって、これをやったらまずい、これをやっても大丈夫みたいな感じで連携しながら面白おかしく全体をやっていただければなっていうのが感想でございます。はい、この底辺でね、やってる自分でもございますが、まあ、ちょっと喋らせていただいてるっていうところでありがとうございます。あのね、みんなのチャンネル好きなんですよ。なので、収益が取られるとかそういうのってやっぱ嫌なんですよ。こっちから見てても。なのでね、その失敗小僧先生の、この法律の知識を入れながら、赤木レイヤーさんとか、ね、元光さんかな、とか、あとはこの林怒りさんとかね、あの、小林さんの怒りだ、そう、うん、こうやって、あの、全体として、面白くやっていければと、いただければと思いますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい。最後まで聞いていただいて、ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。